はい、ということで今ミリの散策を引き続きしてます。今からどこ行くんですか？ボリバンショッピングセンター。え？ボリバンショッピングセンター。いや、初めて。とりあえず1階からブラブラしてみよう。ガゲーム。はい、ということで、なんだっけ、バルバーズショッピングセンターには、買うものがなかったんですけども、なんか近くでミリフードフェスティバルというのがやったんで行ってみたいと思います。レッツゴー。ということでこんな感じです。ミリフードフェスティバル。まああれだね、ハリラヤの時やってたやつみたいな感じ。あ、違う、あの、なんだっけ、ラマダの時やってみたいな感じか。寿司。お、You like it。 これ丸焼き。金の餃子、金餃子、味覚の爆撃。すごいじゃないですか。いや、アヤムキング。台湾ガーリックソーセージ。熱。ということで、はい、フードフェスティバル、美味しそうでしたけど、はい、今回はノーチャレンジということで、はい、じゃあ飯食って帰りますか。腹減ってる？減ってない。減ってない。食べれるけど減ってない。次は夜飯食って帰ります。おっす。ミリ最後の動画になります。ディナー食べに行きます。中華、中華行きます。名前は愛情中国祭ということで行ってきます。ちょ、昨日ねこの提灯とか見て綺麗だねって言ってて、ちょ気になったんで行ってきます。美味しそうです。なんとなく愛情中国祭、中華は間違いないんでね、はい、行きます。ということで店の感じはこんな感じです。ちょっと周りを回ってみたいと思います。本格中華。できました。麻婆豆腐。麻婆豆腐。ありがとうございます。
クエ、チンゲンサイソテー、水餃子、マッコトーク、頼みました。よしです、食べていきます。ということで食べ終わりました。どうだった？すっごい美味しかった。ホシミは最後でした。最後、あの麻婆豆腐とチンゲンサイソテーと、あと何だろう、小籠包じゃない、水餃子、ね、最高でした。ということで、ホルデーに帰ります。帰ります。 Thank you for watching. バイバイ。